いきますね。3、2、1。おー、すげえ。皆さんこんにちは、いちおか元気です。さあ、皆さん、5月12日は何の日かご存知でしょうか。はい、なんとあのナイスガイ須貝さんの誕生日でございます。そしてさらに5月16日は何の日かご存知でしょうか。あのクイズ王のね、伊沢さんの誕生日なんですよ。皆さんご存知かと思うんですけど、誕生日といえばやっぱケーキじゃないですか。なので特別なケーキをプレゼントしたいなと今回は思います。でね、普通のケーキプレゼントしたんじゃね、あんまり元気ラボみたいな感じはしないので、こちら皆さんご存知でしょうか。多分ご存知の方も多いと思うんですけど、去年ねとても流行ったサイエンスに関するねお菓子がたくさん載った本になっております。なんと今回こちらの作者の太田幸佳さんのお家にお邪魔して教えていただこうと思います。ということで、こちら作者の太田幸佳さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、これこの間、はい、サイエンススイーツっていう本、僕もずっと見させていただいたんですけど、はいはい、いろんな科学を応用したようなものが料理でもできるってことですよね。はい、そうですね、キッチン周りでも、うん、あの実験できるような内容になってます。はい、でもこれあれですよね、好評だったんで第2弾が発売しております。皆さんちょっとぜひ説明欄に書いておきますので、この動画見て面白いなと思ったらぜひね購入いただければと思います。はい、今回は、はい、クイズノックの伊沢さんと須貝さんに特別なケーキを作りたいなと思っておりまして、そうですね、ご協力お願いできますでしょうか。はい、喜んで。ありがとうございます。はい、今までやったことないのやろうかなと。やったことないのをここで実験しようかと。はいはい、ちょっと今までにない、ね、見たことないサイエンススイーツを作りたいと思いますので、ね、ぜひ皆さん最後まで見ていただければと思います。せーの、サイエンスクッキング。今回作りたいのが、はい、須貝さんもこの間石のクイズを出してたんですけど、はい、もう石が大好きで、はい、海外でジオードケーキっていう水晶が中から飛び出てくるような石みたいなケーキがあるんですよ。はい、ありますね。それ作れないかなと思ってご相談させていただいてたと思うんですけど、はいはいはい、作れますか。やってみましょうか。まずですね、はい、琥珀糖で宝石を再現していこうかなと思います。はい、琥珀糖っていうのは何ですか。琥珀糖っていうのはですね、材料自体はこれになるんですね。はいはい、紫水晶ね、水晶の中に鉄が入るとね、紫色になった結晶だったりとか、これホタル石っていうんですけど、これもね、フッ化カルシウムのね結晶だったりするんですよね。あとちょっとサイエンスな部分ちょっと一手間入れたいなと思っていて、光る粉をいくつか持ってきたんです。で、見つけたのがスピルリナっていう、これは光合成色素のクロロフィルっていうのが赤く光るんですよ。ブラックライトでこうやって光らせると、本当だ、赤。めっちゃ赤く、すごい赤。もう一つこれ、赤色100丸6号って知ってますか。はい、これあのローダミンっていうものからできてるんですけど、はい、めっちゃ赤く光るっていう。本当ですね。この辺がね、僕がいろいろ探し出した中で、はい、めちゃくちゃ光るものだったんで、はい、こういうものをなんか取り入れていけないかなとは思ってるんですけど。そうですね、入れられます。あ、ぜひぜひやってみましょう。初めてのコントを作っていきましょう。はい、固まるのかな。まずですね、はい、あの琥珀糖の基本なんですけれども、はい、全て作り方が同じ で、はい、でここにある材料をもう鍋に一度、はい、あの全て入れていただきます。はい、で中火にかけて沸騰させていただいて、はい、まあ、沸騰からまた 1,2 分ぐらいですね、はい、沸騰からさらに 1,2 分加熱して初めて粉寒天が全て溶けるので、はい、そこまであの加熱した後琥珀糖の原液が出来上がっている状態になります。はい、でこれを固めて好きな形にカットするんですが、一つは着色しますが、一つは着色しないパターンで、2g ぐらい。2g くらい。ちょっと私も初めて。でもすごい綺麗な紫。すごい。赤。無色の方を一回流し入れて。はい、入れます。はい。次こちらの色をどこか一箇所からだけずっと注ぎ入れていただくと、はい、グラデーションになります。
慎重に入れますね一気に入れた方がいいですか？いや大丈夫ですグラデーションにするにはどうしたらいいかなと思って、これを冷蔵庫で、はい、40分ぐらいですね固めて、はい、次ちょっとこのホタル石作りたいなと思っていて、できますかね。あとこれブラックライトで光らせるとこれ、ね、青く光るんですよ。かき氷シロップの掛け合わせだったら緑いけそうな気するんですけど確かに光らないんですよ。そうするとじゃあですね、ビタミン B2 とかこれ黄色く光るんで、はい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 、代わりにこれにしたらいけそうですね。緑色になりますかね、うん、光りますかね、はい、やってみましょうか実験してみましょうか、はい、なったなった。はい、入れとってます。次は色変化をするクリームをトップのデコレーション用に作ろうかなと思います。クリームの色が変化すると、はい、材料はこちらです、はい、卵なんですが、はい、卵白を使います。でグラニュー糖、はい、お塩、はい、この子ですね、色変化するのに重要な紫芋のパウダーを使います。紫芋パウダーですね、はい、これアントシアニンが入ってるんですね、はい、やってみましょうか。考えてます、はい、はい、卵白だけを入れる。片方側に黄身を移す。塩をちょっと一振りで、それでまた泡立てをしていきます。これね、はい、はい、すごい、めっちゃ泡立つ、はい、スプーン1杯分ぐらいですね。スプーン1杯、はい、最後砂糖が混ざりきるまで、はい、はい、あれ、はい、ここにですね、さっきのこの子ですね、はい、お、本当だ、ちょっと青っぽくなってきてるのは急に青くなりましたねこれは絞り袋に入れて最後デコレーションの方に、うん、はい、使っていきたいと思います。はいはいはい、ちょっと固まったみたいなのでコンフトを取り出してみましょうか。おー、この後ですね、はい、これを宝石のようにカッティングしていくと、はい、目指すできるんじゃないか、鉱物に行くんじゃないかと、はい、水晶いけるかと、はい、長方形を切り出していただき、はい、あとここですね、ちょっとここ削り落としてあげたいですが、この辺の部分から入ってこの頂点に出てくるように、うんうん、ちょっと角度をつけて三角形で切り落としてあげる。こんな感じ、きれいきれい、あ、そういう感じでやればいいですね、はい、この辺はもう工作です先生。そうですね、ちょっと、はい、あとはちょっと器用さが問題だな。これ先生上手じゃないですか。できてきました私のように全然上手ですよこの包丁がちょうど良かったんですかすごい上手です本当ですか。水晶みたい、赤いルビーって感じですね。うん、なんか漫画に出てきそうな、うんうんうん、おー来た、来ましたね。これ難しいな。はい、できましたね、これできました。はい、これ1週間くらいですか。はい、1週間、ちょっと途中でね、ひっくり返してあげて全体的に乾燥、はい、乾燥してさせます。じゃあちょっとこれを配置してジオードケーキ作っていきましょうかはい、じゃあ、はい、ケーキ作っていきましょうかやってきましたね、はい、まず2段の、ね、はい、ケーキにしていきたいと思うので3点倒立っていうのあると思うんですけど、3点で支柱を作って支えていくっていうのをケーキの中でも実はやっていきます。食用色素の菌なんですね、うん、これお菓子作りとかによく使われるんですか。あるんですよ。はい、ということでね、ジオードケーキ完成しました。はい、ではこの後ね、本当はね、直接こちらラボに来ていただく予定だったんですけど、うん、まあ今ね、こんな時期ですので、ズームをつないでね、はい、こちらをお見せしたいなと思います。クイズノックさんならね、クイズに答えていただいて、正解した方どちらかお一人にね、これをね、お送りさせていただこうかなと思います。じゃあ、はい、今から、はい、クイズノックさんとつないでクイズを楽しみましょう。すみません、こんな形で、ズームで、ということになってしまったんですけど、
お二人をお祝いしたいなと思いまして、前後しますが、すごい、こちら送っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。そういえばそんなのもあったな。そんなのもあったな。大丈夫。これでも出たばっかりですよね。そうですね。出たばっかりです。ちょっとすごい参考にさせていただいて、やっぱり理科とか数学は得意だったんですけど、他の教科は得意じゃなかったんで、やっぱこういうのが、はい、学生の頃にあったらすごい勉強になったなと思って読まさせていただきました。ありがとうございます。豪華すごい勉強になりますのでね、ちょっと見てる方もチェックしていただければと思います。ありがとうございます。僕と太田さんで作ったサイエンスステーキ、はい、世界初、たった一つのものです。はい、はい、こちらです。じゃん。おお、ハッピーバースデー。待つよ。はい。こうすると、じゃじゃん。なんだこれ。すげえ装飾になってる。琥珀糖っていうお砂糖で水晶とかを作っちゃったんですね、もう。なるほど。すごい。すごい、そこも琥珀糖なんだ。すごいな。そうなんです。ちなみにまくって。はい。ここにブラックライトがあるんで。出た。これで照らしてみます。大好きなんだよな、ブラックライト。じゃあ行きますね。3、2、1。おお、すげえ。鉱石光りすぎるよこれ。はい、めっちゃ光っております。オレンジ色に光ってるこれ。めっちゃなんか光を中から光放ってるぐらいの感じだこれ、ね、そうです、ね、これなんか絶対蛍光してるよこれ。はい、ね、最後ね、一手間があるね。ちょっと明るくしますね。これっすね。なにこれ。あ、お花。エディブルフラワーってやつ。これパン、今パンジーですね、これパンジー。ああ、季節柄ですね。はい、ほら食べれるやつだ。本当だ、食用として栽培されたものですと。ちょっと皆さん大好きなこちらに入れて。あ、出た出た出たお決まりので、こちらに入れたのをここに振りかけようかと。あ、すごい、おしゃれすぎ。これをかけますね。すげえ、いきます。3、2、1。おー、彩りがすごい。彩りがすごい。いい感じに綺麗です。おー、はい、ということでお二人お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ただ実はですね、ここ書いてあるの分かります？これなんて書いてあります？お、クイズか。クイズ。あ、これクイズノックって続いてるもんかと思ったら、あ、クイズじゃん。違います。ここにいっぱいクイズが散りばめられてますので。え、クイズに答えられた方にプレゼントしたいと思います。おっし、マジか。じゃあ一つ目はですね、ここにいろんな鉱石が散りばめられてるんですけど、はい、どれが本物の石でしょうか。本物じゃないのあるのこれ。第1問、どれが本物の石でしょうか。本物じゃないのあるのこれ。いや、全部本物やろ。全部石だろ。いきますよ。はい、せーの、バン。あ、俺4つ。僕6つ。あら、ほんと多いね。ということで正解はこの3つでした。うわでもすごい透明なやつもあったね。次の問題ですね。このホタル石にはですね、ある特別な元素が含まれてるんですね。はい、元素。はい、クイズです。このホタル石に含まれる特殊な元素、でも身の回りにすごくある元素とは何でしょうか。俺決めた。合ってるか分かんないけど。お、はい、じゃあできました。はい、じゃあお二人同時に答えをお願いします。3。お、正解はフッ素です。よーし、おー、すげえ。なんでなんで。え、これごめん、僕ホタル石が何からできてるか知ってた。なるほどね。もうそもそも知識あるわけだ。じゃあ次行きましょうか。今1-0ですかね、はい、さらにこれですね、あるものを加えるとフッ化水素っていうガラスをも溶かす強力な酸になるわけですよ、はいはい、これにあるものを入れたら簡単にフッ化水素ができます。さあ何でしょうか。フッ化水素とね、石膏になるんですね。フッ化水素あるもの、そんな簡単にできるんだ。じゃあ、はい、2人同時にオープンお願いします。出る。酸、塩酸アンモニア。僕は正解は
硫酸でした。あー惜しい、そこの2択だった。惜しい、そこの2択だった、そこの2択だった、ね、硫酸か硫酸だなと思って。なるほどなるほど、まあそう溶かすのがやっぱ純粋になると、ね、じゃあ、はい、次いきますね。第4問ですかね、4問目、はい、はい、この水晶っていうのは、うん、ガラスの主成分である二酸化ケイ素が地中でドロドロ高温で溶けて、でゆっくり冷えて固まることによってこうやって結晶ができてきますよね。でちなみにこんな色の水晶もありますよね。お、はい、紫水晶。そうですね、紫水晶、アメシスト、うん、はい、ですがこれはですね、この水晶にある元素が入ると紫色に変化します。さあ、その元素とは何でしょうか。うわ、なんだっけこれ、この間調べた。マジで、この間調べたの、すごいはい、大丈夫ですか、お二人とも。はい、はい、はい、じゃあ二人とも答えをオープン、お願いします。ザン、アイブロム。正解は鉄です。鉄いやいや、シンプル。水晶つながりでもう一個、もう一問いいですか。はい、はい、紫水晶、こういうアメシストですが、うん、これをあることをすると黄色の水晶1人になります。はい、はい、さあこの紫水晶に何をしたらこの黄色い水晶になるでしょうか。私書きました。いや俺もなんかもうここまで来るとフィーリングだな。フルーツ書いた。じゃあお二人ともオープンお願いします。なんか熱と圧だ。加熱すると加圧する。正解は、はい、加熱するでした。よーし、やられた。よし、お見事です。おめでとうございます。ありがとうございます。加熱するんだ。じゃあちょっと次はね、これを両方合わせて、はい、紫と黄色が混ざった水晶があるんですよ。その宝石の名前は何でしょうか。なんて言うんだろう。結構まるまる水晶知ってるけど、ちょっと聞いたことあると思いますね。じゃあお二人オープンお願いします。お願いします。はい、正解はですね、はい、アメトリンです。うわうわうわちょっと頑張りすぎた。最後は、はい、ここにあのクイズって書いてあった、はい、この青いクリームレモンをかけて一手間かけます。うわあの日の悲しみが。米津刑事じゃないんだよ。そうすると、え、あ、色変わっ、ピンクになってるんじゃん、はい、これ。そう、色が変わるといえばリトマス紙じゃないですか、うん、はい、はい、リトマス紙はどんな植物の色素を使ってるでしょうか、ね、はい、いいね、いいもんね。え、リトマス紙って植物から作ってるの。できました。できました。はい、はい、ではこれがですね、最終問題になります。はい、なんで最終問題なんで、これ10点でいいですか。おやったすごい増えるな。ではお二人ともオープンお願いします。ダン、ゴケ。正解はリトマスゴケでした。おお、すごい。ということで、じゃあ伊沢さん正解でありがとうございます。はい、ということでクイズ以上になりまして、優勝はじゃあ伊沢さんでした。ありがとうございます。逆転優勝。ありがとうございます。謎の逆転。今回はお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すっかり忘れてた。そういえばそういえば忘れてた。ちなみにおいくつになったんですか。僕は27です。27、僕30歳です。お、30歳なったんですね。僕もね、この本ありがとうございます。優しい。サイエンススイーツの本の方を先に出してそっちの方がね。そうですね、こっちの方もね。いやでもすごい勉強になったんで、これからちょっとインプットがなかなかねできないところが最近大人になって出てきたんですけど、ノートあるとね、いろいろと勉強になるので、すごい読まさせていただきます。さらにこちらお送りさせていただきますので、本日はおめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。